向こうからすれば、はい、プリュー、ね、プリュー、うん、こっちからしますと一休どうも井上真央でございま す, です。いやー、オリンピックがね、こうなんて発売されまして、発表されまして、発売されまして、メンバーで行くっていう中になんと大林がないね、うん、呼べないね、呼べないね、まあ、いいことじゃないですかこれはね。それだけ超いやレベルアップよ。して驚いたのが松木玖生さんの名前がないっていうことで、なかったね、遺跡ですっていうふうにね発表されてるということですけれども、うんうん、さあさあ、これはノーミーに聞いてみたい。どこに行くのかっていうことでございますね。いや、ほんとそうだよね。まあ、もうあれですよ。小平は悲しみに包まれているんですけどね。いやー、そうだろうね。スタジアム悲しみに包まれてるんですけど、まあ、まあ、ちょっと覚悟していたことであるわけですか、これね。まあね、来るはずだったろうからね。日本国民としてもちょっと寂しい話ですよ、これはもう。そうですな、ね。母親がこうね、いや、都会に出すような気持ちですよ、うん、私もね。ね私でさえそうなんですから、私をね、育んだ母親が出すとき、うん、ああ、どういう気持ちだったんだろうと思ったらね、うんうんうん、もう涙が出そうですね、今ね、私ね。ねいやいやいや、どこに行くのそれで先生、それは。いや、マジでどこなんだろうね。パリ・サンジェルマンかいな。いや、なんとなくちょっと思うところではありますけど。リバプールかいな。いや、俺、ドルトムントとかあるんじゃねえかな。似合うね、なんかね、ベリンガムがいたから似合う気がするのはね。そうそう、ね、そうなのよ。あ、そっか。そういうところあるんじゃないかって思いますよ、俺は。クリュー・マツキ、ジュード・ベリンガム。うんね、和製ベリンガムなんつって和製ベリンガムとしてね、あるんじゃないかな。向こうが衛星ですよ、イギリス衛星松井クリューですよね。だからこうねそうですよ、そうだね。いやいや、頑張ってほしいな。頑張ってほしいね。いつぐらいにこれどこってなるの、これは。まあ、ちょ、気になるのはこれいつまで試合に出るの、日本で。週末じゃない、もう。あ、じゃあもう今度の週末でお別れかいな。いや、ともすれば、うん、見ないかもね。いやー、だからそういうなんか、ね、ネバーセイグッバー遺跡ですか。いや、だってさ、これ正直わかんないけど、写真撮りましょうよ、アジスタでみんなでユッティとユッティ立花ゆりかちゃんとユッティとスカッパーアラダイスオーケストラの皆さんで撮りましょうよ。で、今それこそだと、コハロンとコハロン一番後ろでも映るからでかいからでかいからね、ダメですか。だからね、でもね、うん、もうそれなんですよ、うんうん、もうだからアジスタでは見れないんだと思います。なんてこと言うんですか。あのね、いや、あれなんですよ、人の心がないんですか、あなたは。聞いてくれよ、俺の話を。はい、あのね、そもそも7月アジスタの試合ないんですよ。あらば、あの、国立なの。ああ、そうか、そうか。そういうこと、そういうこと。それはそれで、まあいいじゃない、別に。うん。俺ら、だってね、福岡でやるわけじゃないんだから、それ。まあ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 、まあ。いけるでしょ、これはね。だから、国立が最後だ。それまでに、うん、もうだから、松木君はもう先にもう向こう行っちゃって、うん、契約交わして、うん、で、戻ってきて、国立で。じゃあもうあれかいな、ユニフォームは着てくんないのかい。私服で。かっこいいの出てきて、そうかもな。ジーパン履いて、ジーパンマフラーして、ね、そうかもね。どうもっつって、あり得るな。そういうスタイルですね。そうだろうな。いいことです。いいことです。これは。いやー、ほんとね。じゃあ決定っていうのはいつになるんでしょうかね、これね。でも。もともと、そういう、あの、山本さんがね、今回その会見でチラッと言ったりしました。正文さんが。そう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 。チラッとも言えないレベルじゃないってことでしょ要は。ある程度進行しなきゃ多分そこまでの話ってやっぱ言えないと思うから。ってことはもう7割、8割方も決まってるもので。そうですか。なんかもう使ってないんですか、飲み畑さん。飲み畑さんわかんないんだよな、ここな。でも、あれだもんね、フランスとかは結構つながりが昔ね。もう青森山田時代からそうですからね、うん、リヨンとかそうですし、うんうん、フランスのクラブだったらもう間違いなくもうそりゃそうだよねってちょっと思います。手がかりないんですか先生、ワインの教室通ってたとか、ね、ブドウの汁パンツについてたとか、ないんですかユニフォームのね、白い部分にブドウの汁ついたないんですか仮にやってもそれがフランス産なのかイタリア産なのかも俺は分からねえよ。そうか、そうか、その辺もそうか。そうだね。
ドイツ、ドイツの専門。ほら、もうどうかわかんないですけど、一発でドンっていうの見たいね。でも、でも一発でドンだろうね。レギュラーでお願いしますよ。いや、そうだね。でもなんか大きいとこは行くけど、レギュラーじゃないみたいのよりは、やっぱりレギュラーで見たいよね。松木くんのキャリアで、レギュラーじゃない時間なんかいらないのよ。いらない、いらない。ね。いらない、全くもっていらない、彼だけは。見せてほしい、すぐにね。そうだね。決まり次第ってことですね。まあそんなにしないうちにだからも発表もされるでしょう。斉藤光輝はよく呼べましたね。そうよね。嬉しい、あのキレキレのドリブルがまた見れるとなるとね。うん。嬉しいですな。ですな。嬉しいですわ。やっぱこの世代のもともとのエースですからね、やっぱりね。そうですよね。伸び伸びとやってほしいですね。ですね。まあ、もう普段はね、自チームの方ではもう石を引かされね。ええ、無知で叩かれ、働けって言われながらね、帰ってきたらお母さんに8時間勉強するのよ、いい大学に行くのよって言われながら、あ、スパルタ・ロッテルダムってそういう教育じゃない、違うのよ、そういうことじゃないの、違うのよね、ああそうなんだ、ああよかった、なんかそれたくましくなって帰ってきてるのかなと思ってね、いやあんなパチパチ、ね、二重の可愛らしい顔のね、彼が久しぶりに会ったら、うん、おいっす、おいっす、ね、なんかひげ面になってね、やっぱりこう。ねえ、はあ、やめて叩かないでってかってなってない、大丈夫で、キレッキレのあの髪みたいですねこれはね、嬉しい、 いやそうだね、本当にね、もう世界をキリキリ前にしていただきたいですね、ですね、ただこれは日本でもそんな呼べないってなると、この欧州の選手もまあ呼べない人も多いわけでしょう、だから結構呼べないんじゃない、大会になるのかねこれね、だからやっぱその世代の正直トップランナー感のある大会じゃないっすね、うん、うん、だから日本だけに限る、日本人はほら成長してるからその割合が増えたってわかるけど、もともとスペイン、イングランドとかそれっていうのはどこだって今回はなんか違うとかあんの、そういうのはどうなの、やっぱり呼べない、結構呼んで呼べないような感じはありますね、前は結構出てなかった、だってブラジルとかも出てた、ブラジル出てたけど、あ、あれあれか、若かったから、うん、でも実際結構有名なあのマイアミの頃だと若い、有名でしたでしょ、ああいうのはどうだ、なんか変わってんか、やっぱり、あでもやっぱり今回とかユーロとかに呼ばれてるぐらいはやっぱり厳しいなと思います、ね、南米は結構力入れてるんですか、南米は力入れてますね、オリンピックには、うん、なんかあれか、ヨーロッパがちょっとオリンピックを、ヨーロッパはもう全然、あのあれか、これ権威のあるユーロとかそういうのが多すぎて、多すぎてですね、薄味に感じてんだね、オリンピックをね、やっぱり、ね、そうなんだよね、南米なんかっていうのはやっぱりオリンピックだって言うとやっぱりこうチャンスだと、そうなんだよね、このトータルのメダルで考えてもサッカーで取れんだから行こうよってことか、そうなんだよね、あなるほどのだと、まだあの陸上とかで活躍するイメージないもんね、アルゼンチンとかブラジルとか、確かにそうですね、そのね、そんな感じするけど、そうか、あのヨーロッパってそもそもね、まあそのアンダー23っていう柔道とかにいないもんね、あんまりね、いないね、とかね、ヨーロッパアンダー23がないんですよ。ヨーロッパアンダー23がない。ない。どういうこと？あの日本ってその定期的にそのアンダー23チームを作って活動したりするけど、ヨーロッパの世代別の最後のチームって基本的にはアンダー21なんですよ。うん、ああそういうことなんだ。そう。あでそれでオリンピックの時だけアンダー23っていうチーム作るんですよ。なるほど。オリンピックが23歳制限だからっていう理由で、なるほど、だから普段もその積極的にそこやんないで、そうかも、出世が早いからね普通にね、じゃあ日本もそうなっちゃう可能性がありますか、これはあると思いますね、なんかピンポイント大会みたいにどんどんオリンピックになってくるんですか、ね、アンダー20ワールドカップがそのうちもしかしたらオリンピック統合されるとかなんかあるかもしれないですけどね、もしかしたら分かんないけどね、例えばなるほどね、そうですか、わかんないけどね、まあまあでも何にしろ楽しみですよ、何にしろ金メダルでお願いしますよ、いやそうだ ね得点を細川真央、わー見たい、得点、いやー見たい見たい見たい、ね、いいね、得点、うん、アシストは、ね、うん、斉藤コーチ、あーいい、8アシスト、うわすげーだったな、ね、うん、そうですね、いいね、セーブ王、うん、コグボレオブライアン、めっちゃ攻められたんだな、その道だ、それは4万セーブですっていう、ね、ディフェンダー怒られるの、それはむしろ逆に、いやいや本当にボンジュールボンジュールですよ、そうとなりますよ先生、これはそうだね、うん、まあ女子サッカーも同じぐらいの日程でやるわけですね、そうですね、これもまあ楽しみじゃないですか、
いやー、悪いよ、悪いよ。強豪といきなりバチコン当たるわけですから。当たるね。特に女子の方がこう序盤は注目度高いじゃないですか。あー、確かにな、ね、一気に。だって同じぐらい日程でしょ、これ。そうです ね。男子男子言うてる間に女子女子ですよ、これは。ね、楽しみですよ、これは。いや、ね、なるほどね。いや、松木選手っていうのはどうなんですか、この海外にフィットするタイプ、どう？いや、全然いけるよ。準備してそうだよね、もう早くから。いや、そんな感じはあるね。ね、もう青森山田の頃から机の中にボンジュールって本入れてそうだよね、あれね。みんなが給食で牛乳飲んでる時にちょっとね、渋みでワインを感じそうですね、あれね。どうですか？クリューっていうのがまず、その、なんていうんですかね。リューっていうのがフランスっぽいもん、これ。いやー、ちょっとあるね。ね。龍なんかそうな意識してますよ、これもともとね、うん、親の代から違います、あったかもな。自分の人生設計を追い越してしまったってことでしょ、うん、やっぱりそのマンダラノートに書いてたわけでしょ、オリンピックで活躍すると、ね、でも大谷翔平に並んじゃってきてるけど、追い越しちゃったんだから自分の夢を、ね、そうだね、パリはパリでもサンジェルマンになっちゃったんじゃないかっていうことでしょ、これは。ねえ。そうですよ。ご結婚はしたんでしたっけ？ご結婚されてますね。YouTube はできてるわけですね。そうですね。ちょっとあれかね、ね、高熱頻度かそういうの解約できてるかね、これね。ね、今、アプリで全部、なんか、人求めでやれるのがあるって言ったよ、なんかね。うん、あ、そうなの？そう、引っ越しリストみたいなね、わかんないですけど。そうですか。そうか、そうか、あ、まあそう、エネオス電気でやってるんだろうからね、これ、うん、どうなるかでね、これ東京ね、向こうで、向こうで使えるかな、それがね、どうね、もうそう、もうそう、電気代の話が始まるんですよ、全然今から何も僕が引き戻そうとしてるの、すごい行こうとして、でも電気代の話もどうでもいい、こっちが仕留めようとしてんね、どんどん行っちゃうとする、松木くるよか、君は松木くるよの話なんだよ、そしてこれちょうどあのね、ちょうど出てきたんですが、今日午後あのこのね、あの会見とかやってる頃ですよ、FC東京の選手の皆さんで、あの小学校のご訪問聞かれてたらしくてはいはいはい、誰に対する敬語なんですか、分かんないけどなんか訪問っていうのも変だなと思って、いや訪問って言いますやんか、あ本当、おうおう、なんか動画で言うのも変だなと思って、皇室みたいになっちゃったよ、そんな偉くないですよ要はあの松木君も言ってたんですって、ご訪問に、あそれはご訪問だわ、だからあの、今だからオリコンニュースから動画が出てまして、あお動画の方が、そうお動画の方が、おうおう、で子供たちとサッカーで触れ合うっていうところで、それ終わった後でどうやらあのコメントというか、うあの出したみたいですね。なるほどね。やっぱりオリンピック、うん、まさかの落選に心境を語るみたいな。電気代の話止めてまで言うほどのことか今の。言うほどのことだろ、むしろ。もうそれ、なんだ、わーってなるか今それで。なるよ。それはだってもともと入ってた日程をこなしたに過ぎないじゃない、それ。いや、ね、ほら、さっき俺もさ、ヨーロッパ行っちゃってんじゃないですか。電気代の話の方がしょうもないけどね、ごめんなさい。そうでしょ。うん、そうですか。なんだって、うん、いい思い出になったりしてね、それ友達、子供としてはね。いや、そうですよね。うんうんうん、まあね、まあ、おそらく遺跡だからっていうのはね、理由はあると思いますけども、うん、おまあ、ちょっとなんか、すごくちょっと残念そうな表情で今、なんか動画映ってるんだけは、ちょっと今、僕を見たって感じですけどね、収録中なんて。残念そうな表情ってことですか。うん、なんかその、まあまあ、なんだろう、もうちょっと名残惜しいみたいなね。うん、いや、違うんじゃないですか、もう電気代のね、光熱費の手続きしなきゃいけないのに、こんなことやってる時間ないんだよな、っていうことじゃないの？じゃあ、粗大ゴミ、まず、今日やんないとな、まずいんだよな、嫁めっちゃ怒ってたしな、って、そういう顔なんじゃないの？ね、仕事中に出すな、こんな顔は。ね、出さないでほしかったですね。うん、いやー、ちょっと後で見とこう、これ。そうか。あと、こう、まあ、松木くんっていうところがね、はい、まあ、あったりしますけど。終わっちゃうんだ。何年帰ってこないのかな。いや、ほんとそうだね、うん。向こうで引退するのかな。ただ、うん、こう、なんか良かったなって思うところでは、はい、あと、はい、山田風紀ね。
あのサブメンバーっていうことですかね。そう、バックアップに入ってましたけど、はいはいはい、うん、いわゆるもうまあ多分自分は選ばれないと思うみたいな、そういうね発言もちょっとちらっとしたのありましたけど、うんうんうん、やっぱ力としてこう残ったなっていうところがちょっと良かったなというかね。バックメンバーって一緒に行くんですか？行かないです。行かないんでしょ？行かない、うん、じゃあ残ってないじゃない。いや残ってないかもしれない。評価としてもらったっていう意味でしょ？そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうかそうか、はい、うん、一応ちなみに、まあ、基本的には18人の中で、例えば怪我だとか、体調不良者が出たってなったら、入れ替えはもうその4人から基本的には行うよということでございました。そういうことだね。あ、じゃあ行かないで、リーグ戦に出続けながら、はい、そうですね。オリンピック期間は J リーグはどうなんでしたっけ？お休みです。あ、休みか。あ、はい、じゃあバカンスな感じでも入れないわけですね。入れないね。大変ですね、そしたらね。でもあのベルディとか J1 の皆さんになってくると、まずあれよね、あのヨーロッパのクラブとかと定期的に来て戦わなきゃいけないから、そんなに休めるかって言ったら休める。あ、そうか、じゃあコンディションは保たれるわけね。あ、なんかあれだもんね、ブライトンとやったりするんでしょ。そう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 、そう、引き込んでほしいですね、復帰がね。そうだね、なるほどね、してほしいね、そうですか、うん、っていうところで、帰りをブライトンに連れてかれちゃうぐらいの結果をね、出してほしいね。うん、あのさ、もう一個言って、これ、うん、なんか。誰ですよ、誰が連れてくって言ってんですか。何言ってるんだね、君は。まあね、俺、移籍させようとしてる側だから、ね、海外言いやがって。ねえ、J リーグに残ってますよ。怖いですよ。確かに、でも移籍もしてほしいんだよな、うん。そうなんだよね、そうなんだよね、これね。あとさ、それなんなんて思った話が一個あって、会見中に。うん、そう、え？何？あ、なんか。本編の動画の中で言うほどではないなと思っちゃったんですけど、なんか5月の末の段階で、なんかほら50人の登録メンバーリストをなんか、上げなきゃいけない、うん、ビッグラージグループとかね、そう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 、あれなくなったんですって。え、なくなったんですって。なくなった、それなんなん。どういうこと、なくなったっていうのは。いや、だからオリンピックのルールなんじゃないの、それが。そう、うん、だと思って、うんうん、せっせかせっせか作ってたら、うん、あの50人のその登録のやつをやるのをやめますって5月の27日に急に言われたんですって。その IOC サッカーなんか FIFA っぽいですけど、なんか、そう、いや、それは絶対ね、ナンセンスなんて僕らも言ってましたもんね、うん、そんなわかるわけない、ね、怪我もありゃ怪我もありゃね、その時までわかんないのはサッカーだから、それ同じようなそんなね、なんか、うん、ホテルの予約かなんかわかんないけどね、それパスポートの手続きかなんかわかんない、そんな借地定規で言われたらしょうがないね。なんか、よかったじゃん、よかったじゃん。それの前に、なんかすごい、なんか何百人かのリストみたいなことを一番最初にどっかのタイミングで一回出したことはあったんですって。うんうんうん、で、それの後にもう一回、なんか100人クラスのリストみたいなことも年始かなんかで一回出したことがあって。で、それが上で最終登録ラージリスト50人ってのが、その5月末までに本当は出さなきゃいけなかったんだけど。5月直前にまた増やせないとかでしょ、オーバーエイジとかある中で。そう。で、それで50人がなくなって。なくていいで、だからじゃあ対象は100人のリストっていうふうになる予定だったんだけど、それも撤廃されたんですって。何のためにそもそもあったんでしょうね。何のためにやったんでしょうね、それね、先生。ということらしくて、だから山本さんもそれを喋ってたんですけど、なんでこうなったんでしょうね、だから頭にハテナ浮かべながら説明されてたりしたんですか。いや、もうだから疲労困憊やったし、山本さんも大岩さんも。ねえ、大変だったよ。なるほどね。でももうこのメンバーで決まったんですから。もう迷いなく、もう神番ぐらい、もう2人で熱海とか行ってほしいね。大岩さんと山本さん、いやー、疲れたね、大岩くん、つって。いや、マジっすよ。まあ、頑張るしかないんでね、つって、まあ、まあ、もう一つなんつって、ありがとうね、大岩くん、つって。いやー、真夏さん、マジで、まあ、どんだけ俺ら電話したんすかね、なんつって。ご飯できましたみたいな、 ありがとうございます、これ何ですかなんつって、あ、ちょっと固形燃料して入れますね、ちょっとね、すいません、なんだいなって、あ、ちょっと先お風呂行っちゃよかったですね今さぐりさんなんて、大岩くんゆっくりできるからなんで、あの時間の秘宝感があるらしいよ近くにね、なんてもう線の匂いしてきました、あれまんじゅうっすかね、あの煙立ってんの、あれ行っちゃいますか、時に大岩くんなんすか、山さぐりさんって、机の上のハッピーターン2個食ったでしょなんて、あ、食べちゃって好きだからねこの野郎なんつってね、火つきましたお布団敷いときますみたいな、旅館熱海あたりのね、ゆっくりチームカムで近日公開ですけど、それね、何のカムだそれは、いやいや、そう、もうねぎらいカムですよ、いやーねー、やってほしいですけどね、そうですよ、大変だったんだから、
まあ、むしろこれからが大変ですしね、そしてね。ですから、一回、こう、やっぱり、一回休んでいただきたいじゃない、それは。ね、でも、もしかしたら、まさに行く前が一番。正国さん、なんか今聞いたら、婚約らしいですよ。本当か、親君つって。よく出てくる。急いで食べて。ちょっとさ、急いで食べすぎですって。喉詰まらしちゃって、骨が、タイの骨が、なんつって。そのぐらい一回リセットしていいんじゃない、これ頑張ったんですから。ねえ。いやー、でもまさこっからが大事よ。こっから、ね、あの、一番大事なのは、うんうん、この18人選んだこともそうだけど、はい、あのグループステージ対戦国がこれからメンバー分かるじゃないですか。うん、ああ、そう、ああ、そうか。で、ここからやっと研究ができるようになるので、うん、はい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 。むしろこっからでしょうねっていう、うん。なるほどね。休めなくなるんだろうなと思いましたね。うん、いや、だいぶ飲んじゃったね、親くん。って。山田君にさ、あの、本当なんかメンバー出たらしいですけど、今日はなしですよ、話。って。当たり前だよ。割とでもあれだね、あの、大ぶりの女の子だったね、お風呂のね、なんつって。まさくにこの野郎なんて、おいちょちょ。ダメだ、ダメだ。今日はタメ語でもいいんだよ、なんつって。もうカフロ行くなんて。ふやけちゃいますよ、まさくにさん、なんつって。大よくん、つって。おつまみとかないのかね、つって。冷蔵庫にもない。何の話だ、もうここは。ちょっと遠いのかね、なんつってね。ちょっと2キロぐらいあるらしいっすよ、なんつって。遠いな。まさくにくん。まさくにくんじゃないよ。大よくんでしょ。じゃあ、寝ようか、つって。細やかな得点をダメですよ、まさみさん、そんな話今日はしない約束でしょ。ドーン、遠くでお寺の鐘が鳴ったねっつって、もう寝ろっつって。何の話になったんだこれは。ね、利益を養っていただきたいですね。そうだね。どこと当たるんでしたっけ。あの今回当たるのは、うん、ね、ちょっと俺も今パラグアイ忘れちゃったんで、パラグアイだった気がするね。うんうんうん、あとはどこだっけ、うん、マリー、うん、あとはもう一個が、あれだ、イスラエル、イスラエル、まあそうですか、どうなんですか、どのあたりは分かんない、まだちゃんと見てない、まだ。いや、これからですね。そうだね、メンバー出ない限り、そうだね、組み仕様もないもんね、向こうも。そうなんだよね。あ、そうか、チラベルトとか出てくるんですか。調べるとオーバーエイジ、もうちょっと最近寄せてくれないかな、ね、大統領なんでしたっけ、調べると違うんですか。パラグアイって有名な人あれですか、ジョアン・フェリックス、パラグアイでしたっけ。ジョアン・フェリックスはあれ、あれジョアン・フェリックス、ポルトガルだね、ポルトガルか、あれ。だからそんなかっこいい子いたでしょ昔ね、ジョアン・フェリックスっぽい顔の、まあ、でも昔かだいぶフォワードで、ほらねえねえ、俺が全く出てこないって、多分そうなんだろうな、ちょっとかっこいいイケメンのね。でもだから今回このチームで誰って言われたら、パッと出てくる選手がいるわけじゃないので。そうですよね。ああ、そっかそっかそっか。そうですね。昨日のタイかな、これ。どうしたんですか、まさみさん。ちょっと。パラグアイがあんまり良くない。ちょっと。魚のしないでください。じゃパラグアイじゃねえ。パラグアイのこと言ってるね。朝もご飯できました。ちょっと朝はいらないかな。ね、じゃあ、ボール振るってみます。みたいな。ちょっと嫌だね、親くんな。つって。ねえ。いい気が養ってほしいね、ほんとね。まあね、選手たちは、そもそも木村くんなんてね、これ収録してるのは我々水曜日の午後ですから、うん、今日の夜、まず試合だからね、そもそも。トスマリノスだけは延期分。あ、そうなんだよね。そう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 。みんなもね、三沢でやるんでしょ？そう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 。行ってこうかな。今からね、行けなかないと思うけど。ね、今言うことの、でも見たいよね。あ、だめだ、土井さんと飲むんだけどね。いや、さっても飲むのに。一緒に行かねえかな、あの人ね。あれ、雨降るかもわかんないから、どうかな。あーだねー。言うことがなくなってきて、俺は。日村健か。あーだねー。知らないな。あ、そうですか。わかんなかったね。はい、いやいやいやね、っていうところで、オリンピックメンバーも決まって、ここからリーグ戦もあって、あとはもう本大会行っていただいて、頑張ってほしいですね。そうですね。うん、いや、これはもう日本に明るい日差しを持っていただきたいですね、これね。そうですね。他の競技に負けないでいきましょう。
そうですね。金メダル間違いないっていうのは誰なんですか、今、これ日本で。知らない。中にスポーツニュースとかやったらそろそろやってんじゃないですか。スポーツニュース一個見たことない、俺、今年。ちょっと近いです、私も。これからやっぱチェックしていきましょうよ、これはね。そうだね。なんか、可愛い子ちゃんアスリートとかいないんですか。いるでしょ。爽やかな。ねえ。まあ、いるでしょう、きっとね。うん。ちょっとありがとう。はい、ありがとうございます。なんか広げようともないのか。ない。何のオリンピックの競技もないのか。その、他の競技に対して。え？あるだろう、ま。マラソンしか見たことないんだ、もともと。マラソンは誰がいいの？マラソン。マラソンはでも、ちょっと世界との差はだいぶあるからね。あ、そうなの、ちょっと今。めちゃくちゃあるからね。日本でしょうよ。いやいや、何年前の話してんだよ。なついちゃってね、今。あの人は、ね、あの区役所の人は区役所の人心配になっちゃう人は、あの人。まあ、今回いないからね。メンバー外ですからね。はい。わかりました、うん。はい。皆さんの期待の選手を教えていただきたいなと思います。お願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。サッカーで取ったら金メダル1っていうのはいつも消せないよね、チームスポーツって。ね、水泳で1人で4つ取ったら4つなのにね、サッカーでみんなで取ったのが1っていうのはなんか俺、なんかなんとも言わないんだけど、どう思います？いや、しょうがねえだろ、それ。サッカーはだってクロールも背泳ぎもないわけじゃん。何個も出れ、何個も出れるのがでいい。人じゃねえんだよ、競技別で1個なんだよ、それは。4とかだって、イアンソープ、4です、みたいな。サッカー優勝しても1ですみたいな。ね、せめて11ぐらいにしちゃってほしくない？何試合もやってるわけでしょ。ねえ。人、興味、それは何試合やるの？柔道とかも一緒だよ、きっと。予選とかやんだから、水泳も、陸上も。柔道に何人いるんですか、金が。サッカーは1しかないんでしょ、金が。ねえ。すいません。ヘリクスだな。どうしても、このね、収録を終わらせるのが嫌で。ね、早く終わらないんだこっちは。何分撮ってんだこれ、もうついに言ってしまいましたね。ダメだ、聞いてくれなくて、最後の方こうグラフちょっとグーちょっと落ちることあったから、結構。何をそのチェックしてるんですか、そんな。当たり前だろ、俺それだけ仕事だわ。日テレビの人じゃないんだから。え、日テレの人か。え、エンタの神様のゴミ和夫さんか。あなたはその風景チェックしていいんですよ、そんなのは。大事だろ、むしろ。終わる雰囲気出すから、だから落ちるんですよ、あなた。早く終わって。今から何か始まる感じで最後まで行って終わりゃいいんですよ。そうでしょう。急に終わったっていう感じで。ね、いや、松木来るよ、これね、素晴らしい。あ、今情報が入ってきました、先生。なんでしょう。松木来るよ。あ、ね、ネットで出てましたわ。ね、あら。また明日。ありがとうございました。井上真理。って感じでいいんじゃないですか。すいません、嘘でした。じゃあねー、じゃあねー。あ、もうイベントでございます。明日ね。そうね。ますんで、ええー、5日でございます。オンラインチケットぜひありますんでね、ぜひ皆さん。概要欄から。概要欄から。ぶっ飛んでいただいてね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということでした。ということで、またねー。明日ねー。それでは。タオルマフラー。でっか。でっかね。一つよろしくね。はい、じゃあ、あと今日の夜、徹底予想もあるので、よろしくお願いします。あ、そうでした。ありがとうございます。それじゃあねー。またでーす。